はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。あらあらあら,あらかわいいですね。ね。はーい。ミッタかわいいですね。ね。パナタ寝てます。はい。えー、皆さんどうも、こんにちは。えー、っとですね。これもまあ、アレな話題なんですけどね。アレな。はい。何がかというとね、まあ、とんでもないなと思います。あの、ビルットさんですね。ビルットさん。 はい。ビルットさん。まあ、日本でもね、今100人ぐらい出てるみたいなんですけど、例のね、えー、モンキーですね。おちゃるちゃん。はい。あの、おちゃるちゃんのね、研究やってるみたいです。しかもね、このおちゃるちゃん、このビルットさんがね、開発しているおちゃるちゃんなんですけど、どうやら、あ、1000倍ね。 千倍強力にしたもののようです。それをね、今、あの、研究しているということで、えー、とあるね、アメリカのね、上院の議員さんが、はい、あとあるアメリカの上院議員さんがね、えー、こういったね、バカなね、県の急はやめるようにと、書簡を送っております。 はい、えー、これ書かれておりますんでね、えー、まあ、一部内容なんかが書かれているんで、とりあえずね、リンク貼っときますので、皆さん見に行ってください。はい、えー、千倍だそうです。千倍強力な、あ4のね、率がね、千倍。はい。そういった、あの、お猿ちゃんを、どうやらね、作っているようです。お手手でこねこねしてね。はーい、まあ、は あきれてものが言えません、本当に。はい。えー、たぶね、これね、私まあ、これは私の個人的な意見です。はい。まあ、陰のボーボーローンとして聞いてください。はい。えー、何がかというと、多分ね、あのー、アフーちゃんですね、アフーのリカリカちゃん。はい。例のね、おでんの具食べてませんよ、ほとんど。はい。なのでね、えー、こういったものをね、 えー、えマッキンコーってするんじゃないかなーって思ってます。はい。たくさんね、バイのヨー,ヨーして、はい。まあ、アフーのリカリカだけじゃないかもしれませんけどね、巻かれるところは。それはわかりません。はい。え、まあね、ビルットちゃんじゃないので、はい。え、ビルットちゃんがね、どこに巻く予定なのかはね、ちょっとわかりませんねー。 はーい。まあでもね、気をつけるに越したことはありません。もう日本でもね、100人ぐらい出てるみたいですね。お猿ちゃん。はい。まあ、そんなね、えー、ライフに関わるようなことではないんですけど、えー、出てるようです。はい。えー、まあこれはね、あのー、こう、こう、こうのね、こうの、ろうの、おしょうのね、えー、ホームページに書かれているみたいですよ。 はい、えー、まあ、お暇な方は見に行っていただければいいんじゃないんでしょうかね。はい、えー、そういうことで、ビルットちゃん、今度はお猿ちゃんにね、手を加えてるみたいです。はい。えー、まあ、まあね、呆れて物が言えないんですけど、私はね。はい。えー、多分、これはあー、アフのリカリカ用だと思います。はい。なんせ食べてませんから、あそこら辺ね、あの、おでんの具。 なのでね、サクッと情が進んでくれないんですよ。まあそういうことでしょうね、多分。えー、私はそのように考えております、えー。しかしね、一回こう、マッキンコってされてしまえば、どっからどういう経路でね、どういう風に入ってくるのか、わかりませんからね、これね。はい、えー、非常に、 えー、とんでもないものをね、今、お手作りしている最中だということです。はい。えー、それではね、皆さん、えー、こちらの記事もね、貼っておきますので、ぜひぜひ見に行ってください。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。